ジャース所属の大谷翔平選手が、オープン戦の復帰に向けて不安が浮上している。スプリングトレーニングでのバッティング練習を順調にこなし、右肘の手術からの回復も良好とされているものの、米メディアスポーツイラストレーテッドの記者は警鐘を鳴らしている。大谷の熱心な復帰願望にもかかわらず、回復過程には慎重な対応が求められている。大谷は3月20日の開幕戦出場を目標にしているが、デイブ・ロバーツ監督も、実戦形式のバッティング練習への参加や、オープン戦出場が見込まれていると述べた。ドジャースは大谷の回復に細心の注意を払い、この春は慎重にプレイさせるべきだとの指摘が、オープン戦の復帰に向けた暗雲となっている。無理せんと、大谷さんが一番体調ええ時に、試合に出るのが最適やろな。バッティング練習見た感じ、めっちゃ強いスイングしてるけど、実戦入ったら話は変わってくるやろな。オープン戦は3月中旬くらいからでええんちゃうか。焦る必要なんか全然ないわ。140メートル打とうが、5連発しようが、結局リハビリ中やもんな。できればソウルでの開幕戦はパスしてほしいわ。本国での開幕戦からでええんちゃう？オープン戦はもちろん、韓国での開幕戦もスキップした方がええな。ガチの開幕戦はやっぱり地元のドジャースタジアムでやるべきや。急ぐ必要なんてないからな。じっくり調整してほしいわ。韓国での開幕戦はパスして、本拠地でのデビューでええんちゃう？開幕戦の頃は、暖かいアメリカで調整する方がええな。右肘に大手術してるんやから、当然やな。大谷の復帰、焦らずじっくり言ってほしいわ。怪我の再発は絶対に避けてほしい。大谷の体が一番やからな。大谷の熱心さはわかるけど、無理は禁物や、長いシーズン考えてほしい。復帰願望が強いのはええけど、ドジャースのスタッフとしっかり相談してほしいわ。